はい、こんにちは。毎週土曜日はちょっと懐かしいガンをご紹介しています。今回は MGC のモデルガンの方ですね。はい、ボブチャウご紹介したいと思います。一緒にご紹介するのはですね、前回ご紹介した、ナショナルマッチの1964ですね。はい、これがね、まあ、関係あるだろうというようなコメントもありましたので、まあ一応一緒に並べてみようということ、それと、外観の比較でウエストアームズのね、こちらはまだ未紹介だと思いますけれども、ボブチャウのカーボンブラックモデルご紹介します。はい、では早速今日の主役をまず撮るんですけれども、このチラチラはね、はい、クリスマスということでちょっとね、まだ継続してね使ってみました。はい、皆さんね、クリスマスイブいかがでしたでしょうか。では乾杯。うちはあのね、奥さんがね、あの鶏のね、本当の丸焼きをね、作ってくれてね、パクパク食べましたね。はい、23日の晩から食べましたね。はい、たまに食べるとね、やっぱ美味しいですね、鶏肉ね、たっぷりね。子供の時はあの結構鶏肉大好きだったんですけどもね、年取ったらあのもちろん健康のために鶏肉も食べるんですけれども、そんなに大好物ってことではなくなってきたな。というより皆さんいかがですか、だんだん肉軽減するようになってきませんかね。まだまだかな。私はもう結構もうなんか肉はまあちょびっと美味しく食べれればいいかなっていうことで、今どちらかというとステーキなんかも 200g も食べれないですね。180とかでいけちゃいますね、十分ね。以前はね、250とか300とかね、食べたくてしょうがなかった年頃の時もありましたけれどもね。はい、外観はこういう感じですね。でこれ普段はあの私のうちのね、あのリビングのね、テレビの上の方の棚にね鎮座しておりましてね、で、引っ張り出して握ってみたらびっくりでね、このねステッピングっていうんですか、この加工のとこが痛い痛い、これこうやってギュッてやったらね白状しますね、いろんなことをね。そのぐらい痛いですわ。はい、気合い入れて作られてるなっていう感じがねしました。でね、あとこのグリップのね、ここの角度のところのね、あの切れ込みっていうか削り込みがね、やっぱりウエスタンアームズ版の割とフラットなスッとしたものに比べるとね、かなり深く広くね、こう末広がりでね、はい、削り込まれているというところですね。で全体的な握った印象としてはウエスタンアームズより一回りほっそりと感じます。はい、でこのねナショナルマッチですね、これなんかこのあとこいつが変形していってボブチャウになったんじゃないかっていうモデルガンの流れみたいなの、カスタムモデルガンの流れみたいなの話出ましたけれども、実際よく似てるんですが、やっぱ刻印なんか全然別物ですね。大きさがもう全然違うんですね、刻印自体のね。はい、ただ驚くほどやっぱり似ていますねということですね。どちらもフロントサイトはオリジナルではありませんから、こちらがボブチャウですね。あとリアサイト周りですよね、ここは非常によく似てますよね。これ確かに同じような系統で加工できるのかなって感じがしますね。これをなんかこう外してメルトダウンしてみたいなことをしていくとやっぱりこれになるよねみたいなね。で刻印はまあ打ち直しなのかな。こちらの刻印もね非常にいいところまで行ってるんですけれどもね、実銃の方でもまあもちろん関係があるみたいなんですけれどね、刻印も比べてみるとこういう感じですね。でこのチャンバーの上もね、はい、まあこうやってメルトダウンしちゃったところってのも比べようないですけれどもね、ただこのパーツがね妙に一つだけ輝いているというセーフティーがね。はい、あとここですね、この後ろの背面の部分ですね、スライドのねこの部分はこんな感じで型全然ないですね。こちらはねこれも型全然ないですね。ね、ということでまあやっぱり同じ系統のカスタムであることは間違いないですね。 MGC もちゃんときめ細かくラインナップされてたんだなっていうのがよくわかりますね。このステッピングのところ今ねアップにしますんで、ウエストアームズのやつと比べてみてください。お持ちの方なら一目でわかると思います。うわ、ギッザギザっていう感じで。ね、ほ
私の手に少し映ってギザギザ感が見えてると、ね、ご確認いただけると思うんですけれども、こんな感じですよね。本当にねギョギョって感じで食い込んでいきます。トリガーガードの前面もそうですね、ものすごいもうとんがっちゃってますね、こんなもう毛羽立っちゃってます。はい、ウェスタームズの方は、ウェスタームズの方は型なんですかね、もしかするとね。私もちょっと加工方法はこちらはよくわからないんですけど、どのウェスタームズの、ボブチャウでも大体同じような感じなんで同じなのかなと。まあただ実際エアガンで撃つんならこのぐらいでいいかもしれないですね。これはまさにもうコレクターズアイテムですね。しかもあの痛みを楽しむというね、ちょっとね別の世界の、あのコレクターズアイテムになりそうですね。痛い痛い痛い。まあ、これでね、これがもしエアガンだったらね、遊んでるうちにどんどんね丸まってくるんでしょうけれどもね、もったいないんでこのギザギザのまんまね残しておきたいなと思います。で重さをね、モデルガン同士だけで測りましょう。ちょっとガスガン入れちゃうとね、あまりにガスガン、あとね、このベルトクリップはついてないですね。 MGC バージョンの方はね、このベルトクリップが最初ベスタームズバージョンでついた時とは、ついてきた時は本当嬉しかったですけどね、やったって感じでしたね。はい、で今日の主役は辛味で 660g で、この間の、ナショナルマッチは同じぐらいですね。はい、 660g の、モデルガンということになります。まあ遊びですけれどもね、トリガープルぐらいはやってみましょうか。ちょっと空打ち一回もしたことないんでどんなもんだったか記憶にないんですけれども、セーフティーかかってないですよね。よし、ギュッと握り込んで 1.54 というところですね。はい、こっちは測りましたよね前回ね。ストロークは長いけど明るいな、こっちがね、1.14 とすいません。ウェスタンズの方はどうなのかな、さすがに軽いんだろうな。ボブチャーはよく当たりますからね、どのバージョンもね 0.61、はい、すごく軽いです。ウェスタンズのこのエアガンの、あ、本当にあのふっと触ると落ちます。これはなかなかです。あとセーフティーのところは、あ、こっちもちゃんとしっかりしたセーフティーついてますね。ね、セーフティーアンビですね。戦前型のね、あ、戦前1964のナショナルマッチに比べるとね、もうもはや完全にね、もう両手でね、こう操作できるような感じになってるということですね。はい、そんな感じになってます。じゃあ、装填のね、廃墟と装填をね、装填と廃墟をね、これ実はね、あのカートリッジを装填するのは初めてですね。本当に初めてになりますんで、もしかしてうまくいかないかもしれません。あ、忘れました。マガジンはね、ちゃんとこういうバンパーがね、ついたやつ。これは金属かな、バンパーですね。ウェスタームズの方は、ラバーのバンパーがね、ついていますね。で、なかなか綺麗なね。どうでしょう、私の保管状態、これはいいんじゃないかなと、密かに思ってたんですけれども、なんかね、マガジンになんか、ツヤにムラありみたいな感じになってきちゃってて、はい、気をつけなくっちゃと思う今日この頃です。もしかしたら全然うまくいかない可能性もあります。カートリッジは前回ね、ナショナルマッチの方についてきたやつはね、同じリアルサイズカートリッジですからね、使わせてもらいましょう。シャコキュッシャコキュッ、3発ぐらいでいいかな。さて、皆さんは昨日の晩はたくさん飲んだのかな。そういえばこの間久々に床屋さんに行きまして、何の話か、アル中の話になって、まあ、要は私がアル中かどうかっていう話は、あのマスターとね、あの口さがないマスターとバカみたいな話を続けてたんですけれども、開き直りましてね、私はアル中ですよみたいな世の中なんかアル中の人はアル中じゃないって言い張るらしいですけどね、私はアル中ですからね、全然もう。さて、あ、結構素直に入るなこれ。
いい感じでいきましたね。で問題は出るかなんですよね。はい。あ、いいな。ごめん、ベストアームズ。あ、なかなかスマート会長。うわー、音。キーンって。スライドストップ、かっちりかかります。はい。あ、思ったより全然ちゃんと作動するんだな。失礼しました。お見それしましたです、これは。結構ギシッといっちゃったりね、固まっちゃったりすんのかなと思ったんですけれどもね、大したもんですな。あ、そうだ、メルトダウンの雰囲気をちょっとスライドを引いて比べると、あ、これはどっちもどっちだな。このね、工業製品にしてはね、異質のこのメルトダウンのこの感じっていいですね。ホラーなみたいでね。はい。ホラーなといえば、この間トゥルーグリッドっていう西部劇をね見たんですけれども、ああいうのちゃんと宣伝してくんないと困りますよね。あれ、あのジョン・ウェインの名作の勇気ある追跡のリメイクだったんですね。はい、面白かったです。オリジナルのジョン・ウェイン版に、加えて後日談みたいなのも出てきて、よりあれ原作本があるらしいんですけれども、よりね原作に忠実にということで、はい、よくできてました。オリジナル版はね、ジョン・ウェインもキム・ダービーも良かったですけどね、グレン・キャンベルが良かったですよね。なんで映画に出てるんだいなんて思いながら見てましたけれども、はい。あ、でこれも出るんですか。しっかりね、インサートちょっと奥すぎるけれども見えてますね。はい。ナショナルマッチの方どうだった。これも同じような、同じバレル使ってるんだな。ちょっとね、最後の方になっちゃいましたけれども、箱をね確認しましょう。こんな箱です。ご記憶の世代もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。もう書きましたよ、もうボブチャウって私ボブチャウモデルガンなんて書いちゃってね、書かなきゃよかった、なんか貼りゃよかったな。でこれね、日焼けしちゃってあります。ここにうっすらね、ボブチャウスペシャルって書いてあるんですよ。ご覧いただけますかね。はい。でこのね、なんか文明堂のカステラみたいな箱でね、で中身もね、もうこんな感じでね、コピーのコピーみたいな、もうコピーも劣化みたいな感じでね。はい。これはどの時代のやつなんじゃ。特別仕様のためなんて言って書いてありますけれどもね。新日本模型の時代なのかな。どこにも書いてないな。なんかドキュメントを失ってしまった可能性もあるのかな。なんかちょっとよくわからないですね、これ、素性が。ね、会社名が書いてないっていう、多分なんかもう一枚ぐらいあったんだろうな、はがきかなんかがね。でカートリッジとローダーがこういうね、段ボールにくるまれて入ってきますということで、まあ勘弁してくれよっていう感じのね、もうお金かけてないなっていう感じではありますね。まあ、ただやっぱりね、物としてね、嬉しいんで、まあ、持ってるんですけれどもね。はい、こんな感じです。差分のマニュアルですね。ちなみにこの特別限定仕様のフレームなんて、1万5000円とかやっぱり2万円とかって書いてありますね。ボブチャウスライドが2万円、ボブチャウフレームが1万5000円ということですから。まあ別で買うとね、まあ何でもそうですけど、パーツで買うととんでもない値段になってしまうということですね。積み上げちゃうとね。はい、で、あのガバの共通のマニュアルが入っているということで、2004年って書いてありますんで、新日本模型時代ですかね。はい、ということになりますね。どうでしょう。でもやっぱり装填配強確実だし、何よりこの握り心地の良さ、やっぱりスリムな感じがすごくいいですね。ちょっとなんとなくですけれども測ってみましょうか。それぞれね、人それぞれ手の大きさも違いますんでね、この辺りで測ってみましょう。とね、140弱だなっていう感じだな。138ぐらいだな。ウエストアームズの方はどうなんだろう。やっぱりウエストアームズの方がね、5ミリぐらい太いんですね。やっぱり外周がね、この部分がね、このね、中指と親指の回るところがね、5ミリぐらいね、ちょっと太いんですね。こっちはだからやっぱり握りやすいんですね、非常にね。実際この握り心地で
エアガンだったらいいななんてちょっと思っちゃったりします。もしかしたらそれグリップアダプターのあるせいかもしれませんね。ウエスタンアームズのガバのフレームって MGC のものだって聞いたことがあるんですけど、まあ、私ちょっと聞いたことがあるという記憶があるだけなんであまり自信がないんですけれども、もしそうだとすればそうそうね本来変わるはずないですからね。はい、あそうですね、うん、これとこれすごく握り心地が似てるから、まあやっぱりこのグリップはあのベルトグリップの分かもしれないですね。私これ冒頭グリップアダプターとか言ってないですよね、すいません、言ってたら訂正させてくださいね。ベルトクリップですよね。はい、ウェストアームズさんのもね世代によってちょっと微妙にこれ仕上げが違っててね、これは結構ねいい表面処理してあるんで錆びないんですけど、もうなんかいきなりすぐ錆びそうなやつとかもあるんでね、ここはしっかりオイルをつけてね付属のね紙をつけておきたいなと思います。で今日の主役の方はねもともとついてないんでそこは安心かなっていう感じですね。あとはマガジンを錆びさせないように、あと時々遊んであげて、元気さを確かめるっていう形で、コレクションしていこうかなというふうに思っております。ということで、今回は、MGC のねモデルガンですね、モデルガンの方のボブチャウスペシャルご紹介させていただきました。ではまた。